皆さんこんばんは、ななみです。今日はだいぶ久しぶりの投稿にはなるんですけども、最初にご報告をさせていただきたいと思います。今回動画をお休みしていた理由なんですけど、今ね、お腹の中に赤ちゃんがいて、今どのぐらいかって言いますと、3ヶ月に入ってて、10週目に入って安定期と言われるところまでには達していません。で、今ね、こうやってご報告するのが早いんじゃないかなって思う方もいると思うんですよ。それはなんでかっていうと、本当にいつ何が起きるかわからないっていうのもあるし、安定期に入ったからといって何もないわけでもないし、本当に不安定な状態ではあるんですけども、ちょっとね、今回いきなりお休みをしてしまったので、結構こう毎日のようにDM でね、ご心配の声をいただいています。ずっとね、こう黙っているっていうのもちょっと心苦しかったりするので、という感じでご報告という動画を撮らせていただいてます。私自身結構ね、ちょっとなかなか次の子ができなくて、すごく悩んでいた時期でもあったので、今ね本当に自分たちも驚いているっていう状態で、実際動画をお休みしてる間、本当につわりがひどくて、撮影しているもう状況にならないぐらいひどくて、もう本当にずっとベッドに寝たきり状態っていう感じで、外出かけるっていうのはもう子供の幼稚園の送り迎えだけで精一杯っていう感じで、もうそれすらもちょっとフラフラしながら送っていくみたいな状態だったので、動画を投稿できないなと思いまして、人それぞれね、つわりがね、あったりとかなかったりとか、本当に軽い人もいれば重い人もいて、私は多分自分で思うにちょっと重い方なのかなと思ってて、ちょっとね、先週から1日いけるかなと思った日があったんだけど、いざ撮影しようと思ったらすごく気持ち悪くなっちゃって、またこう1週間遅れちゃったんですけども、で、いつ気づいたのかっていうのなんですけども、沖縄から帰ってきて、まあ、沖縄でもすごく眠くてひたすら寝てたんですけど、帰ってきてからもずっと眠くて、仕事も全然手につかなくて、あ、おかしいなおかしいなとは思ってて、でちょっと思い当たる節があったりもしたので、妊娠検査薬で確かめてみたら反応が出たので、すぐ病院に行って見てもらって、そしたらおめでたですっていうことだったので、すごく嬉しかったんですけど、お仕事の方をね、どうしようどうしようと思って、こう前撮りというか、こう元気なうちにすごい取りだめてこうかなって思ってた矢先に、もうものすごいつわりが始まって、今の上の子の時は食べづわりで、今回はもうものすごくもうずっと船酔い状態が続いて、もう頭も痛いし、なんかもう立ち上がれないっていう状態がもうずっと続いてて、で携帯を見ててもちょっとこう頭が痛くなってくるというか、本当に寝たきり状態なことがずっと続いてたりとかして、今ねこうやって実際動画を撮ってるのも3週間ぶりぐらいになるんですよ。本当に長い間お休みしてたんですけども、今日もたまたまね、こうちょっといけるかなっていう感じで撮ってるっていう状態で、まだまだつわりが結構ひどくて、まあ、やっと最近はね食べれるようにはなって、食べれる日はもうめちゃめちゃ食べたりとかしてるんですけども、基本的にはあんまりこうまだ元気ですみたいな状態では全然なくて、今後の YouTube 活動に関してなんですけども、今日みたいに投稿できる日もあれば、すごく期間が空いてしまうっていう時もあると思うので、ちょっとねそこはね温かく見守っていただければなと思ってます。はい、ということでね、今回はちょっとまだ早いんじゃないかなって思う方もいると思うんですけども、先にご報告をさせていただきました。ゆっくり自分の体調を見ながらしかお仕事ができない状態なんですけども、つわりがとりあえず終わってくれれば、いつも通りに投稿はできるかなと思うので、気長に待っていただけたらなと思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。